どうもこんばんは、よっぴです。今日はですね、朝から晩までの勤務ということでですね、まあテンションもあんまり上がらなかった一日なんですね。今日東京すごい寒くてですね、最高気温7度ということで、今シーズンの一番の冷え込みっていうことでですね、めちゃくちゃ寒かったです。めちゃくちゃ寒かった。もうかなり厚着してましたね。で、まあそんな感じでですね、まあ朝から晩までだったんだけど、今日はまあ仕事少ないだろうという、昼間までまあ多いなって分かってた。夜はまあ少ないだろう。案の定夜少なくてですね、今時計の針がですね、まああのこうやって8時半ということでですね、いつも10時ぐらいに帰ってくるんだけど、まああのこんな感じでですね、すごいテンション高くこう帰ってきたわけですね。で、これが、まあ、玄関のところのものに置いてあって、あれこれ見た感じ、これ本だよな、本か。でも俺本頼んでないんだよな。なんか予約商品みたいなのあったかなと思って、チラッと今さっき開けたんですよ。チラッと。そしたらですね、今日これの発売日だったんですね。ね。びっくりしまして、あれ。びっくりしましてですね。まさか今日、このマジカル未来2015のブルーレイディスク、今日発売だったんですね。いやー、びっくりしましたよ。だから俺、今日早く帰ってたテンションプラス、このマジカル未来のブルーレイでもうさらにテンション上げ上げだぜっていう感じでですね、まあ非常に楽しみなんですけどね。まあでもお腹空きましたね、今帰ってきたばっかなんで。でまあこのね、こう曲目もですね、まあ、そうテレ岩から始まってですね、ラズベリーモンスターとか、はじめましてチキンさん、俺これ大好きなんですよね。あのカラオケでも歌ったけど、まあそんな感じでですね、もうすごい楽しみにしたブルーレイディスクです。まあこれ結局3公演 ?2 日間で行ったんだよな、ね。うん。まあ、いい思い出なんですよね。まあ、ちょっと。これ、あ、ちなみにですね、これ通常版ではなくて、何?豪華版っつうの?何版っつうの?まあ、いろんなもん、まあ、まあ、これね、今ね、これ光が映っちゃってね、ちょっと際どいっすよね。限定版、そう、限定版。うん。限定版を買いました。前回のね、大阪の時は限定版じゃなくて通常版だったんですよ。で、その前の、横浜アリーナの初めてのマジカル未来は、限定版ということで。まあ、前回のやつはちょっとまあ、悪くはなかったんだけど、結構、横浜アリーナの時と同じような感じだったとか、横浜アリーナが俺的には良かった。で、今回の武道館は、それを上回る感じですごい良かった。うん。これはもう良かった。だから、まあ、これはもう限定版行くしかねえだろうってことでですね、限定版にしてしまったわけです。まあ、今日本当に発売日だなって、全くノーマークで、家も出て今帰ってきたところなんで、まあ、今日ちょっと頭痛がしてお酒は飲めませんが、まあ、これを楽しみにして、今日一日終わりたいなと思います。それでは皆さん、さようなら。ニクさんでした。